どうも今回エイフィーが追加されたということでやっていきますか。で、技構成まずはサイコショックと、なんだっけ、再起光線か、再起光線でまずやっていきたいね。で、持ち物は物知りメガネにこだわりメガネ、進撃メガネ、超特攻特化構成で火力を感じていきたい。サイコショックがね、の瞬間火力がね結構あってね、いいんだよね。あと、なんだっけ、スタンとかも取れたりもするからさ、いいんだよね。まあでも継続火力みたいなのはそんなに見込めなかったりするからさ、まあうまいこと集団戦をちゃんとこなしていきたいんだけどさ、多分あれくれそうだな。でも6ポイントもついても俺進撃目がね決めるかどうか分かんなかったりもするから、ちょっとあれなんだよね。泣き声ってちょっと移動速度とか避けながら、あれしていこう。嫌がらせプレイ、嫌がらせプレイやっていこう。おい、ゼニガメこっちじゃねえだろお前、そういうとこだな。オッケー、取っていく、完璧で。これ決めたら進化できるかな。いいよ、サイコショック覚えて。いや、こっからもうね、まあ、火力の塊やっていけるからさ。ちょ、落ち着いて。はい。だるいなぁ、あのハゲ。あのハゲ、まあ、でも、一旦こっちでもいいかな。はい。で、撃ってで、一旦剥がして、で、待って、火力やばい。ちょっと、やばい。ちょっと、でも柔らかいから気をつけなきゃいけないんだけどね。やらかしちゃった。ちょっとスピーダー使ってさ、あれするか。8戦に間に合うように、いきますか。あとなんか、再起光線の方は、なんか、敵一体にビーム出して、ビーム当てたら、ビームがね、後ろの敵に拡散して、拡散して、で、その拡散するダメージの、あれは、痛すぎんだけど、マジで。マジ痛いんだけど、あいつ。一旦ちょっと変えっといて、で、再起ショック当たらないよね、さすがに。やっぱ一月の火力、結構痛いね。気をつけないとさ。ゴール決めに行きたいけど、まあ、こっちがやばいってのもあったりもするんだろうけどさ。ナイス、いいね、追いかけられてる。来た、これはサイコショック。いいね、いいサイコショック、これよ、この火力、この火力なんすわ。まあ、一旦いいね、サイコショックぶんまいて、でいろいろやっといて、あとはこの経験値をね取っていこうか。いいね、いいね、オールトと噛み合って、やっと素晴らしいよ。で打っておいて、これで6レベルで確かあれだよね、再起光線覚えるから。あとサイコショックしっかりとぶんまいて、いや、やばすぎこの火力一瞬のこの火力で、下レーン行こう。下レーン行ってあれしなきゃね。いや、いいんじゃない、結構火力も上がってるし。少し待ってて、ちゃんと言ってる、偉い、偉すぎる。コミュニケーション大事だもんね、やっぱね。ただ7分20秒までに行ければいいからさ、そう、一瞬の火力はあるからね。まあ、継続火力出していきたいけどね。で、反対の方の技構成も必中コンビネーションみたいな感じでめっちゃいいんで、ちょっと待って、これさ、スピード使って追いかけるしかない。はい。で、やるしかない、こいつ。やれるかな、どうだろう。敵いなくねてか、でも。さあ、サイコショック打ちかまして、あとちょっとなんだよね、これ。もう一度サイコショックぶちかますか。いいよ、いや、この、前段ヒットした時のこの火力よ。やばすぎる。で、1エナジーもらうね。1エナジーもらって、かじり亀か、先に。あ、いいね。あり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 。その判断、マジナイス。ガチナイス、その判断。その判断、待った。で、火力モンスターたくさんいるから、これ、ユナイト返しで、浮かせて、爆発。これよ、やっぱり、死んじゃったけど。死んじゃったけどさ、ニーフィアじゃない、エイフィーのユナイトは、浮かせて爆発するっていう感じだから、やっぱ集団戦で生かしていきたいよね。なんか、サンダー周りとかでさ、サンダー取り切るぞってなった時とかに浮かせて爆発させればラストヒットのあれずらせたりもしそうだしね。うまいこと狙っていきたいね。またまた出しゃばりすぎると死ぬからね。それだけでマジで、まあ、今回持ち物が攻撃ガンブリっていうのもあるけど、でも攻撃ガンブリのいいとこ結構出てるよね。だいぶ火力出せない、瞬間火力、サイコショックめちゃくちゃ当てれてるからね。なんか来てるな。さ、いや、いいよいいよ、今回めちゃくちゃね、集合状況いいからさ、助かってる。いいね。いや、このサイコショックの火力を。とんでもなくない?だいぶ。取られちゃったか。命を持って償ってものしかないね、もう。もはや。まあ、取られたら取られたらいいんだけどね。ロテム取られたら取られたでさ。よし。取られたら取られたでね、ちゃんとしょればいいから。ちょっと撤退してもらわんとね、やっぱね。危ないから。敵の経験値になるのはもったいないから。なんか湧いてんのが、タータ君何してんだろうね。でもなんかバグかなんかで、なんか、すごい変な行動する味方が多いみたいなとかもあるっちゃあるったりするけど、本当にバグかどうかとかも分かんないんだよ、正直。分かんないよね。
わかんないよね。よくわかんないよね。そこら辺は。だってランクリセット後とか変な動きする新潟とかねえ、そんなんだって数えてたらキリないじゃん。あんまり言うこと、こういうこと言うのよくないんだろうけど、数えてたらキリないからさ、あれだよね、なんかね、わかんないよね、何が本当で何が嘘か。さあ、あとはフーパーに来てもらって全員集合かけてもらって一気に刈り取っていくっていうのをやりたいけどね。あのカメックスすごいいいな、あのスキン。はい、逃げてった。よし、どうしたあいつ、急にこっち向いてきたけど、でも殴ってユナイト取り切る感じか。一人自己完結型だね。ちょ、カメックス浮かせるか、浮かせて爆発。いいよ。あほら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 、こういうこと、こういう動きするやつとかがね、結構ね、多いらしいんだよね。てか確かに動画撮ろうとしてて、まあ、すごい大変だなみたいな動きするのはあったけど、確かに本当にバグかもしれんね、これはね。これはしんどいぞ、このバグは。なかなかこのバグはね、ダメでしょ。こんなバグ見方を引かされる人の身にもなってくれよって感じあるけどね。とりあえず、運営に言いたいことはランクリセット消せと。ランクリセットでランク下げすぎっていうのを言いたいね、俺は。とりあえず。そこだね。ちょ、ギリガルド距離近すぎてさ、こいつ距離感間違えてるわ。やばすぎる。チャラい人並みに距離感バグってるからさ。やばいんだけど、マジで。本当に。何これ、何先端先っちょだけ先方でやられたんだけど、屈辱的。すごい屈辱的だね。ラニの王って。ラニの王ってあれやん、なんだっけ。エルデンリングやん。やばすぎ。いや、もう今こういうのマジで増えてるからね、ガチで。なんか最初俺、エイフィー取られたからなのかなとか思ってたんだけどさ、思ってたんだけど、なんか違うっぽいよね、なんかね。なんか違うっぽいね。ここまで多かったりしたら。まあ、完膚なきまでに叩き潰してさ、楽にしてやろうぜ。ほら、ほら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 。怖い。ホラーを感じるもんな。何やの動きね。ホラーを感じるもんね。やばいもんね。ただファイアローに慣れてる時点で相手のあれから、相手の立ちからしたら結構幸せなんだろうけどね。さあ、サイコショックぶちまいて。サイコショック外しちゃった。サイコショックまずちゃんと当てなきゃいけないんだけど、ね、あ、月光がね、いやー、月光がね、完全クリティカルヒットした。いないとちょっと吐くのちょっと違うんじゃないかなって思ったけどね。これ殴っちゃいたいな、でもできればもう。いや、ファイアロー多分来ない。ファイアローは多分来れない。あいつバグってるわ。あいつバグり散らかしてっからさ。からフーパーがユナイトがあるから、オートマッチって感じか。いや、これ取り切りたいけどね。取り切りたいけどさ、この辺で、ちょっと浮かせるか。浮かせて、で爆発させて、サイコショックでもう一度取っていく。いや、いい。作戦決まったわ。だって、ファイアローずっとゴールにいるもんね。こいつはずっとなんか低いままだし、これ35一旦決めさせるわ。で、100いければ、いい感じに、あれできるからね。なんかツイッターとか見てる感じでも、こういう、バグで悲鳴上げてる人もいるっぽいからさ。これ直してほしいよね、早くね。動画撮るときも非常に、大変だ。何しに来たん、お前は。お前何しに来たん。味方を守ろう。いや、ナイス。ジュラルドもお前はね、良かった。今回良かったよ。素晴らしかった。ラストヒット取るのね、光ってたよ。なんか、かじり紙取り切る判断とか。素晴らしかったよ。喜びの舞だね。で、ファイアローお前は、外に出ろ、お前は。ただく、引きこもりすぎや。さあ、いや、いいサイコショック。一旦引かせてからのサイコショックだね。で、もう一丁サイコショック、ぶちまいて、ぶっ潰していく。いいね。ギルガルドとか早くてさ、あれされたらちょっとしんどいね。結構当たんないか。どこにいる？やばい、それやばい。それやばい。はい。カウンターなんだよね。カウンターできちゃうんすわ。来るぞ。かわいいやつが来るぞ、かわいいやつが。どういったかわいいやつ。あれ？ここら辺に、あ、
かわいい石住まい、ちょっともうどっか行ってるわ。最後にユナイト開くか。で最後ちょっとユナイトめっちゃいい感じに決まったくね、サンダー前のさ。決まったよね。なんか呼ばれたから行くか。あ、ギルガルド戦ってるわ。ちょ、ギルガルドに行動不能しといてさ。これサイコショックちゃんと当てれれば相手が出したらだいぶだるいよ。火力高いし。なんかあれ、念力と似てるってバリアードと似てるな、なんかな。使いやすいバリアードって感じするわ。なんかこれ騎士感あるな。なんかこれ使ったことあるなと思ったらバリアードだわ。最近使ってなかったから忘れてたけどさ。ナイス。てかさ、ツイッター見たらさ、公式ツイッター見たらポケモンユナイトの、公式から普通に出てたわ。敵とか味方が正常に、動作しないバグが起きてるって。致命的すぎんだろ。致命的すぎるだろ。あまりにもさ、あまりにも致命的よ。さあ、これ2体に当てたかったけど、2体に当てるのちょっと難かったな。これちょっとあげるわ。これあげる、これあげる。これ渡すわ。そんな俺もエナジー持ちついても決めていたりせんからさ、正直嫌なんだよね。うわー、相手のクソネズミがさ、正常に動作しないバグ起きればいいのに。なんでお前は、正常に作動してんだよ、おい。まあ、そういうとこやぞな。なあ、よくないか、これは。相手にバグれって。相手にバグれっていうのはよくないか。はい。よい、来ちゃうな。来ちゃうな。ただ、リザードが、来てるから、これは鳴き声で、移動速度下げていきながら、はい、で、サイコショック覚えて、行こうか。逆カウンター。サイコショック当てれればこれいけるんだけどな。まあいいや、一旦落ち着きプレイで、やっていこうか。で、サイコショックぶちまいておいて、そろそろピカチュウが帰ってくるよね、きっと。いいね、ナイスカバー、ナイスカバー。リザードって意外とね、ちゃんと使えばね、結構脅威だからね。さあ、鳴き声で移動速度下げて、あとは、ピカチュウも、おいこの一発の火力を、見てくれ、この火力を。とんでもないぞ、マジで。いいね。はい。3ポイントも縮込んで、まあ、さらに火力を上げていきますよ、と。いいね。助けてあげたいけど、それ。ちょっと無理よ。引いていきたい。鳴き声打ってて、オッケー。このスターン取りながら、ひこひこ、これ正常に作動してんじゃねえ、あれ。正常に作動してる？作動してない気もするよね。わからんけど。危なかったね。なんか怪しい気がするね。正常に作動してない気もするよね。怖いよね、なんかね。何が起きてるんだって。今のポケモンユナイト何が起きててもおかしくないと。それはでも、なんとかなってくから。下で向かなきゃやばそう。ヤドランたちが瀕死状態だから、気配りしていこう、ちゃんと。もう6レベルで俺結構揃ってるからね。で、うまく下レーンとかのやつをしばければ、8レベルとかになれそうだからさ。さあ。あとは、いるかな？いや、いない。ごめん、いたわ、普通にいた。ここで、サイコショックぶちかまして、サイケ光線も打って、火力を出していくことができれば、いや、いいよ。あれ、スタン取れた。スタン取れてねえか。めんどくせえな、あれ。ハピナスのなんか、妨害無効効果とかさ。ただ、味方が結構いい感じになってるからさ。これはね、バチバチに殴っていきたい。ギルガルトと一緒に攻め込めたらめちゃくちゃいいんだけどね。なかなか、いいよ。念力と似てるわ、やっぱ。念力だわ、念力。まあ、使い方はもう念力だね、俺。ちゃんと立ち回ってさ、遠距離型、遠距離バリアードね、遠距離バリアード。まあ、妨害無効だからな。ここかな？いや、いいね、いいね、ね。で、赤光線打って、で、ギルガルドに、あとちょっと突っ込んでもらうみたいなね。オッケー。潰しておいてで、で、ユナイト吐くか。ユナイト吐いて、ぶっ潰して、やれっかな、あれ。やれんか。これ、リザードもユナイトあるから、もうちょっと殴り切った方が良さそうな気がする。こんだけ攻めれてるんだったらさ。ただ、野生狩りってここ、狩る速度はあんま速くないからさ、ちょっとしんどい感じあるよね。リザードのユナイトがあるから、多分、二人ぐらいは持っていけるから、ここであの、あれするわ、ちゃんと、最後に取り切っていくわ。オッケー。よし。ナイス。信じてたぜ、リザード。信じた、リザードも。ここ！サイコショック！いいねー。ギルガルドもユナイト溜まってるから、40しっかりと打ち込んでいきたいんだけど、いけるかな、40。いったらでかいよ。ナイス！この味方を信じるプレイだね。素晴らしい。さあ、上に行こっか。いや、いいね。バリアードみたいに使えばいいっていう、俺の頭の中でも完結しちゃったからさ、エーフィーが。だから、煮詰まってきた、どんどん動きが、やっぱ洗練。
洗練されていくのがわかるね。これだよ、これ。ほらですわ。まあ、サイキ光線のなんか、あれも、サイキ光線でおまけな気がする。おまけでしょ、こんな。こんなおまけでしょ。まあ、集団戦でダメージばらまけるっていうのはあるけどね。はい。ユナイト溜まったからね。下レーンかな。下レーンがやばそう。ゴール決めに来るもありだけどね。ちょっと危ない気もするからね。あとなんか下レーンをね、ちょっと30と6。2か。あと2か。守りきれたらいいけどね。ガブリアスにちょっと、あれいない。よし、渡すな。絶対渡すな。絶対渡すな。絶対渡すな。来てもらうしかなくね。でも、これワンチャンさ、やるかもしれんね。オッケー。しばけ、こいつ。オッケー、危ね。回復したもんな、あいつ。やっとヤドラン来てくれた。ナイスナイス、いいね。ワンチャンエスはしばけそうだけど、耐えた。いや、ここのゴールがあるだけでだいぶね、変わるからね、マジで。次のサンダー戦の取りやす、カジリガメ戦だ。サンダー戦じゃねえ。カジリガメ戦の取りやすが変わるってくるから、よく1対3に耐えてよ、だいぶ。で、これで11レベルな、12レベルでもう技の更新全部終わるからね。しかも味方ユナイト全員溜まってるっていうのが、強い。だいぶ強いよ。俺はちょっと吐かざるを得なかったけどさ。得なかったんだけど、てかユナイトも結構溜まんの早いね、エイフィ。結構早い。ピカチュウと違えるけど、ここに、打っといて。あとはカメックスもしばき上げて、終わりか。スピーダー使っていくか、これ。で、いいね。当たったね。最終光線ぶっ放して、44点決めるか、せっかくだから。ナイスいいよ。でもやっぱ危ないな、やっぱ。うん。危ないわ、やっぱ。ダメだ。俺も欲が出た。ワンチャンこれいけんじゃねって。もうやめた。欲はもう出さない。これで負け筋になるもんな。経験値になっちゃうとさ。危ないからね。これユナイトもう一回ぐらい吐けそうだね。ウエレンに行って、ロトムやってさ。もう一回ぐらいいけそうな気がする。ちょっと早そうなイメージあるからさ。でも技の更新終わってるし。適当でね、あとはね。死なないように。これ吐かなくてもいいか。ね。これもちょっと撤退で。あともうさ、これでいこう。レベル上げでいこう。あとはもう。とにかくもうレベル上げして、集団戦に備えていく。サナイトが危ないかもしれんけどね。まあ、そんな、機動力、敵なさそうだからさ。どうなんだろう。この蜂とかをさ、ちょっと一旦あれするか。はい。少しでもちょっと嫌がらせでもらっておくか。ね。あとなんか枠かな？なんか。ちょっと13レベル目指してみる。バーボンレイをさ、こんだけ集まってんだったらバーボンレイやりたいけど。あ、ナイス引き。ナイス引き。あとこういうのもちょっとね、ゴミをちゃんと収集しよう。もっとなんか気になるから。ちょっと危ないんで、そう、サーナイトがちょっと危ないかもしれん。あの子が。一人かけるだけでだいぶちょっとしんどくなっちゃうからさ。集合。怒りの集合連打。みんなで怒りの集合、魂の集合。来い、サーナイトっつって。で、これはもう、カネックスもいいと思うけどな。カネックスはもう、殴っていくね、もう。ちょ、ガンガン行こうぜ、もう。ガンガンやろうぜ、もう。サーナイトのとこに敵いるっしょ。あ、ピカチュウ来た。来たんだったらここで、ナイスユナイト。で、サイコショック持ってで、あと、S 場にしっかりと浮かせておいて、ナイス止め。で、うわー、きつっ。めちゃくちゃ一瞬で刈られちゃったんだけど。あ、味方強いからね。なんとかなりそうだけど。いや、そこでハピナスのあれ強い。カメックスハピナスコンビネーション。でも今のうちにね、正直、殴りとかも入れたい感じはあるけど、ナイスいいね。で、ちょうど俺が、何食わぬ顔で、降臨と。でも距離が間違えたらマジ死ぬな。ナイス。29でしょ？で、エナジーが、結構ね、ここにあるから、これで50余裕で溜まるわけよ。どうしよっかな。カメックス波乗りはかわして、で、かわしていけてるから、200点は決まるな。200点はいけるな。で、なんか、帰れっかな、ピカチュウ。1秒だから。オッケー、帰って。いいよ。で、カメックス止めれんくてもしゃあないかなって感じは。あ、止めた、止めてる。で、
これ死んだらもったいないよ。よーし、サイコショック当てて、ぶっ潰す。いいね、いいね、いいね。で、もう一丁、サイコショック当てて、最高線。いいよ。これは一旦引いて、落ち着いて、サイコショックぶちまいていく。いいね。この押し引き、押し引き。で、ピカチュウやだな。やだな、あれ。めちゃくちゃやだな。どうなってる？イザドンが、ガブリアスにも、サイコショック。当たんなかったけど。まあでも、さすがにもうこっから逆転ないからね。いや、でもマジナイスだった。味方強かったな。ランクリセットことは思えない味方引けて、ちょっと嬉しかったんだけど。みんな素晴らしかった。魂の集合してたもんね、みんなで。裏取りはやめろって。裏取りっても意味がねえつって。素晴らしいよ。大事だよ、マジで。結果的にサーナイトもね、来てくれたしね。俺落とされちゃったけど、エスバに、かもられてさ。めっちゃ火力出されたわ、エスバに。痛すぎた。いや、ナイス。素晴らしい。なんかさ、エイフィーはね、コインじゃ今買えないんだよね。なんだろう。課金アイテム。ジェムって言うんだっけ。あれじゃないと買ったりできなかったりするからさ、まあ、持ってる人がさ、コインで買える時よりも少ないわけじゃん。新キャラが出た時に。それなかなかね、あれだね。動画撮る身としては助かってるね。あ、やばい、あばば、それあげるよ。ちょ、いらん、これは。ここまではいらんのよ。この8ポイントが持ったら決めれんのよ。一月が気使ってくれたね。そんな俺、めちゃくちゃに撮るつもりなかったんだけどね。間違えて6ポイント取っちゃったから。まあでもいいや。ちょっと早めに、あいつの意思を汲み取って、サイコショックとか覚えてさ、サイコショックぶち込んで、やばすぎ、何この火力。やば。やば。とんでもない火力出たんだけど。さあ来た。いいね、いいね。ただでもルカリはさすがに硬えわ。うん。結構勝ち。いるっしょ。あ、もうないのか。オッケーオッケー。まあでも結構レベル上げれたかし、一月も4レベルにはなれそうだから、いいね、いいね、いいね。素晴らしいよ。で、あとは、この8戦を制す。こっちに行くかな、俺。こっちにいといて、でルカリオに、ジュラルドン狙いたいよね、できれば。できればさ、向こうに打って、いや、いい火力、やばすぎ。やばすぎ、今の。火力お化けだったんだけど。さまずしっかりといろいろやっていきたいね。エナジーを、1エナジーずつやっぱり、やっていきたい感じは、あるよね。いや、いい、この念力。素晴らしいよ。で、まだ、スーパー前はまだね、5レベルになってないから、5レベルになってないルカリはそんなに、まあ、脅威じゃないからね。はい。で、そっち軽かと思った。さすがにでもちょっと柔らかいからちょっと突っ込めんな。いいね。多分当たってる、あれ。いいね。ちょ、急に。死ぬぞ、それ。大丈夫かな。決めたいけど決めれんよな、きっと。無理だよな。無理よな。さすがに、大変そうだからさ、ゆっくりゆっくり立ち回ることにしていくんだけどさ、オッケー、危ね。はい。やべ、裏疲れた。でも、妨害無効あるのいいよね、妨害無効で。鳴き声使って、移動速度落として、はい。火力取っていく。で、再結構線覚えて、サイコショックいけるそれ。いける。はい、完璧。で、再結構線使って、まあ、適当にやっといて、下レーン行こっかな、そろそろ。そろそろ下レーン向かっておいてだね。7分20秒の8には絶対やっぱ間に合ってきたいから。間に合うかもしれん、これでも。ギリ間に合うかなー。ギリ間に合ったね。オッケーオッケー。いいね。間に合うのは、間に合うのは大事だから。で、最低光線打ってて、来た。多分やれる、これ。ナイス、いいよ。潰しておいて、流れのままにこれ行った方がいい気がする。15ポイントも、決めろ15ポイント。ナイス、いいよ。で、あとは、最低光線ぶち込むみたいな。エナジーが足りん、エナジーが。エナジーが足りん。あと5エナジー。ちょっとつぎ込んだりとかしたいな。ガンガンちょっとつぎ込んだりとかしたいけど。さ、これサイコショックぶちかませ。外しちゃったか。まあ、カチリガメも、あれだけどさ、触りたいけど、触るか。触っちゃうか、カチリガメ先に。先触っておいて、で、サイコショックで取っていく感じでいこっか。そうだな、ロトムの処理やりたいけどな。一旦ちょっと決めていいかな、これ。ポイント。5ポイント決めといて、スピーダー使って、ユナイトなんだけどさ、ちょっと履けないんだよね。来た。はい。外しちゃった。ユナイト履きたくないんだよね。一人じゃ火力出せんから、ユナイト一人じゃ。はい。はい。やばすぎ。
あと5ポイントか、6ポイントか。これいけるわ。ギルガルと一緒に、いければいける。技を打たせて、いったかな。いや、ナイス、最高。で、あとは、最後ショックぶちまいて、やっていく感じ。いいね、いいね、いいね、いいね。だ助けていかないとやばいかもね。はい。ちょっと遠いな。撤退しようぜ。まあ、上レーンはね、割らせてもいいからね。一箇所だけだったら。だ22だから。これ以上ちょっとあれ、ちょっと渋いけど。でも相手の下レーン割るっていうのがめちゃくちゃ大事だもんね、やっぱね。下レーン割っとくとさ、次のかじり亀の取りやすさが段違いに楽になるから。さあ、ルカリオたちの体力ないからな。いや、いいね。いや、エイフィー、いいわ。いい、楽しいわ。念力って感じ。念力って感じがしていいわ。ちょ、なんか取るの申し訳ねえから、渡そう、それ。渡しといて。で、ファイヤローが来るから、ファイヤローの引き先に、念力をぶちかます。いいね。もはやもう、サイコショック、念力っていう名前になってるからね。で、ウとかもしたいてくれるしね。ウもだいぶ火力とかね、だいぶ強くなってたよね。この前のアップデートで。とんでもない。別キャラになってたよね。ギルガルドもそうだけど。ギルガルドももうもはや別キャラになってるからね。前とはね、違うから。やつも。めちゃくちゃ強くなってるから。ルカリオ並みに、今ルカリオ並みに結構評価高かったりするんじゃない？さあ、行こうか。相手のルカリオ、ウエレン大好きやな。ちょ、早めにしょっていろいろやってかんとね、あれかもしれんね。ちょっと嫌かもしれんね。さあ、念力打って。いいよ。いいねー一瞬で溶けていくんだけど。一瞬で溶けていくんだけど。マジで。で、ロトムの処理をやんなきゃいけないんだけど、ユナイト吐くとこないんだけど、あれすぎて、敵があれだからさ、そんな攻めてきてないから、この蜂だけちょっともぎ取っとこう。敵に取られないように。ロトムの処理は多分楽勝にできると思うからさ。で、あんま調子のないように、ルカリオがいるな。ルカリオちょっと、どうせ逃げてくるだろうから、ルカリオに打ち込んで、こっちがいいかな。はい。スーパーマヨに打ち込んで、スピードは早めに入っといて、あとはしっかりと、投げ取っていきますよと。いいね。なんか来てるな。で、これも、念力ぶち込んで、いろいろやっていくんだけど、最後にユナイト吐くのもありかな、もう。ユナイト吐いといて、ありだね。だってギルガルドロトムにやられてね。はは。事故ってる。いや、俺も処理手伝ってあげればよかったな。ユナイト吐くとこもなさそうだから吐いちゃったんだけどさ、もう。いや、ナイスユナイト。最後のユナイトに吐くところとしてはもう、結構いい。いい時間帯だからね。計算し尽くされたユナイトだね。素晴らしい。固定砲台ユナイト。さあ、あとは、ま、適当に、いろいろ、いろいろだね。いろいろやっていこっか。ユナイト貯めなきゃいけないしね。またなんか来てるな、イヤパレスかなんかか。なんかでも、そういうさ、無理やり決めに来るやつは、かもれるからいいよね。こっちも準備が整ってるからさ。上レーンは落とされちゃってるけど、まあ、別にそんな、いらないしね。最後のロトム戦がどうなるかは分からんけどさ。30秒で湧くんか、19秒か。あー、これさ、上ルート集合の方が良くない？分からんけど。大丈夫かな？あ、いや、二人いればいいや。二人いれば。これは取られたくないな、できれば。うわぁ、すげぇ、大胆不敵なやついるんだけど。とんでもないやついたね。ここはちょっと渡したくないよな、できれば。うん。渡したくないよね。逆にカウンター、逆カウンターで行こうか。どうした、ギルガルド。俺も変なとこ打っちゃったけど。これ取り切ってっかな、これ。10秒で。俺として10秒でさ、いけるかな。下に多分なんとかなってるから、逆に。OK、取り切ろう。よし。人数フリーになっちゃったけど、ロトムを送り込めれてて、ちょっと中央エリア行こう。いや、いいね。ロトムに釣られずに中央エリア集まれてんのは、だいぶでかいよ。どういう状況や、これ。マジで。まあ、一旦ちょっと中央に集合したいよね、できれば。ヤドランとかルガリオを追い回してるけどさ、ちょっと中央に集合してきた。で、止めておいて、さあみんなで集合できたよ。いいね。ちょっとこれ集まってさ、割と殴っちゃいたい感じはあるよね。火力モンスターが集まってるうちに、しっかりいないとも、いないと吐き散らかしたりしてさ、エイフィー来た。エイフィー止めて。ナイスいいよ。で、ここで、いないとぶちかまして、相手の動きを止めていく。からの、もう一つ再起合戦。いや、サイコショックしたかったけど、なんとかなった。いいね。あとは、
サンダーが殴れてるから、まあ、やばい、あっぶねえマジで危ねえ、ちょっと死ぬ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 、まあ頑張ったんじゃない。でもあとは点数をちょっと決めてもらわんといかんけど、大丈夫かな。うう100点決めて、でちょっと撤退するしかないね。これもはやもう撤退してもらっていろいろやるしかないんだけど、撤退できるかな。100点決められちゃうんだよね。いやこれちょっとあれかもな、しんどいかもしれんな。点数的にだいぶいかれちゃってる気がするんだけどさ、まずいよね。サンダーは取り切れたけどさ、取り切れたけどちょっとまずいんだよね。どうなんだろう。うわー、ちょっとなんか怪しい気がするね。だいぶきた、かぼちゃ投げてくんな。おいお前そういうとこだぞ。いいよ、わからんからね、出らんからね、あれがね、苦しい戦いだみたいな、あれが出らんからなんとも言えんだけどさ。いやでもこっち全然決めてない気がしたんだけどさ、全然決めてないよねきっと。うわー、取れ、これ取り切って負けると結構悔しくない？めちゃくちゃ悔しいんだけど、負けてたら。あら、わからん、まだわからん、まだわからん、まだわからんよ。来い、うわー、うわー